皆さん、こんにちは。人ってないものねだりになる時があると思いませんか？私の知っている主婦が先日、昔はとにかく早く結婚したいと思ってたのに、今はもう独身に戻りたいと言っていたんです。これもまさにないものねだりな願望だと思いました。ちなみに、その理由を聞いてみたところ、彼女は独身の時のように自由に動き回りたい、また恋をしたいなんて言っていました。旦那さんがいるのに恋？とも思いましたが、これが意外と主婦に多いリアルなんですよね。多くの既婚女性は新鮮な恋に憧れを持っています。憧れの恋の対象は全くの新しい人かもしれないし、はたまた昔の旦那さんのように優しい人かもしれません。全員がその憧れを実現させようと行動を起こすわけではありませんが、憧れ自体はそう簡単に消せません。今日は既婚の女性が男性にときめきを感じてしまう5つの瞬間について解説していきます。あなたの奥様、もしくはあなたの職場にいる既婚女性が普段どんな瞬間に男性にときめいているのか、今日の動画を見ていただければわかると思います。ちなみに今回の動画は決して不倫をおすすめするためのものではありません。不倫は結果的に悲しみを生み出す確率が高いので、これを参考にして既婚女性に好奇心で手を出すような真似はしないようにしましょう。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 好みの男性がいた時。結婚をしても女性は常に素敵な人や好みの人に目がいってしまいます。この好みというのは見た目もそうだし、性格的な面かもしれません。単純にいいなと思ってしまう人を目で追っているんですね。そもそも女性は本当に一番好きな人と結婚しているとは限りません。よく一番好きな人はいつも一番でいてほしいから、あえて結婚しないで二番目の人と結婚するなんて話も聞きますよね。全員がそうではないと思いますが、そういう女性もいるのが事実です。つまり結婚した後に理想的な人と出会ってしまうパターンだってどうしても出てくるんですよね。こんな現象に対してタイミングが悪いと思う人もいるかもしれません。結婚してなかったら付き合いたかったなとか、もっと自分が若かったらなんていろいろ想像するのでしょう。ほとんどは想像だけで終わりますが、憧れを抱いてしまうのは止められませんよね。 2. 楽だと感じた時。結婚している女性がもし今の結婚生活に息苦しさを感じているのなら、やはりそこから抜け出したいと思うのは当たり前だと思います。今がただでさえ我慢していたり無理をしている状態である場合、非現実的な状況に憧れを抱くんですよね。つまり一緒にいて息苦しくない男性にときめいてしまうということです。結婚すると人が変わるなんてこともあると思うんです。例えば付き合っている時は厳しくなかったのに、結婚した途端に束縛するようになったなんていう人も性別関係なくいると思います。そうするとその苦しさをつい外で愚痴ってしまって、話を聞いてくれた男性の肩に寄りかかりたくなってしまうという女性が現れてもおかしくありません。旦那さん以外の男性にときめいてしまう女性は実際にはたくさんいるのですが、ほとんどが罪悪感から何も行動は起こしません。つまり旦那さんは何も悪くないし、自分は悪いことをするわけにはいかないと自制しているんですね。でもどうしても自分だけが苦労している、夫がひどすぎるから私は逃げないといけないと被害者意識が強くなる状況に陥った女性は、実際に他の男性に助けを求めるような行動を起こしてしまうんですね。 3. 優しくされた時。家庭内であまり旦那様に優しくしてもらえていない女性は、どうしても優しくしてくれる男性にときめいてしまうのです。例えば旦那様としては優しくしているつもりでも、奥様としては物足りないと思うこともあると思います。それを不満としてぶつけても、俺だって仕事で忙しいんだなんて言われたら何も言えなくて寂しくなってしまうんですね。自分が求めすぎなんだ、もっと我慢しないとと思う日々が続き、不満は大きくなるばかり。そんな状態で他の男性に、もっと甘えればいいのに、そんなに我慢しなくていいのにと声をかけられてしまうと、女性の心のストッパーは一気に外れて、思いがあふれて止まらなくなってしまうんですよ。頑張っていることを、そうだね、頑張ってるよねと認めてもらえるだけでも、女性は嬉しい、心が温かいと感じるんです。家には褒めてくれない旦那様がいて、
外には褒めてくれる男性がいて、女性自身も家の自分か外の自分か、どの自分が本当の自分なのかわからなくなっちゃうんですよね。4、女として見てもらえた時。結婚してから旦那様に可愛いとか綺麗だねと言われなくなった女性は、他の男性に久しぶりにそういうことを言われるとドキッとしてしまいます。家で女として見てもらえなくなった女性も、やはり女、メスであることには変わりないんですよね。結婚してパートナーを一人に絞ったのに、そのたった一人に女として見てもらえなくなったら、もうどうしたらいいのか分かりませんよね。そんな時に他の男性が、〇〇さんすごく綺麗なのにとか、〇〇さんの旦那さんは羨ましいです、こんな綺麗な女性と結婚できて、なんて言われたら絶対に嬉しいんですよね。家政婦としてでもなく、母としてでもなく、女として認められたと感じるんです。実際に旦那様に、君は3人も子供を産んでもう女の役目を果たしたねと言われ、相手にしてもらえなくなった女性がいました。彼女は子育てと仕事で家ではいつもボロボロです。彼女の本音としては、家でも綺麗にしている余裕がないというものだったのですが、旦那様が女性を見て評価する瞬間は家でのボロボロな姿だけ。結果として女として見られなくなり、もどかしいばかりです。見返してやりたいからしっかりメイクしてご飯にでも行きたいけど、あの人に対して必死に努力すること自体がなぜだか悔しいのと彼女は言っていました。私は奥様側の話しか聞いていないので何とも言い切れませんが、彼女は母としてでもなく、嫁としてでもなく、女として苦しんでいましたね。5、今の旦那さんと比べちゃう点を見つけた時。今の旦那様に明確な不満がある場合、そのポイントをクリアしている男性を見つけると、ついつい比べてしまうんですよね。内容は人によって変わってくると思います。例えば実際にいたのはこんな人です。ある既婚女性 A さんは、旦那さんと毎日一緒のベッドで寝たいという希望を胸の中に持っていました。でも実際にはそれが叶っていません。旦那さんは寝室のベッドで眠ることもあるけれど、リビングで寝ることも多いし、自分の趣味のスペースで寝てしまうこともあります。こんな背景がある A さんの前で、俺は絶対に結婚したら奥さんと毎日一緒に寝たいと理想を語る男性が現れたらどうでしょう。ああ、この人だったら私の不満は今ほど爆発していなかったかも、なんてふと思ってしまうんですね。一緒にお風呂に入りたいけど入ってくれないとか、家事をもっとやってもらいたいけどやってくれないとか、子供と遊んでほしいのに遊んでくれないなんていう理想と違う現実があると、どうしても理想的な人に目が行くようになってしまいます。ただみんなこの程度で実際に離婚や不倫をしようなんてなかなか思わないはずですね。問題があまりにも大きければ離婚も考えるかもしれませんが、ほとんどの人が我慢すればいいかと思って目をつむります。きっと旦那様の方にもこういったなんとなく我慢していることってたくさんあるんでしょうね。以上、既婚の女性が男性にときめきを感じる5つの瞬間についてご紹介しました。性別は関係なく、誰だって今のパートナー以外にときめくことはあると思います。それは本能ですから止められません。ただそれ以上踏み込むかどうかは全員がしっかり考えないといけませんよね。それは求める側も求められた側も同じです。一瞬の快楽を得るために背負う代償は想像以上に重たいのかもしれませんからね。大きさは関係なく、パートナーに何かしらの不満を抱いてしまうのは女性だけではなく男性の皆様も同じでしょう。最善なのは素直に話し合える関係性ができていることですよね。どうか皆様もそうやって嬉しいことも楽しいことも不満も伝えられるような相手を見つけてください。世の中には仮面夫婦なんてたくさんいると思いますが、あなたにはそうなってほしくないなと私は思っています。ちなみに今回の内容は既婚女性の乾いた気持ちを潤す方法としても活用できます。既婚女性が何かに不満を感じていて、何を求めているのか本人に聞けないけど知りたいと思った時に、まずは少し参考にしてみてください。ぜひ夫婦関係をもう一度回復させたい人や、周りにいる夫婦仲で悩んでいる人へのアドバイスとして活用してみてくださいね。
では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。